フォードのブースに来ました。フォードはですね、数年前からマイクロソフトと組みましてですね、シンクというふうに呼んでますけれども、マイクロソフトのシンクというテレマティクスシステムを採用して、非常にこのシンクはですね、顧客満足度が高くてですね、シンクに一度乗った人はですね、8割以上の人がまたちょっとぜひシンクで、次もシンクで乗ってみたいと、シンク搭載の車に乗ってみたいというようなアンケート結果が出ていたりとかですね、あと中古の価格でもですね、同じ車でもですね、シンク付きとシンク付きでないものでは、1000ドルぐらい、まあ今のがでいうと、まあ、8万円とかぐらいですかね、ちょっと価格差があるといったようなぐらい、非常に人気の、仕組みになっています。